こんにちは、ゆうです。パズドラのパズドラのお時間です。今日誕生日の方おめでとうございます。今日無課金サーバーか芝居の丸やっていきたいと思います。まあ動画久しぶりですね。はい。あと土日が結構生放送してたんですけど、来ていただいた方、アーカイブ見てくださった方、ありがとうございました。ほんまにね、もう8作っていうね、もう結構しんどいんですけど、僕も。でも、意思もらえるんでね、もう頑張れるっていうね。はい。そういうことはね、結構頑張っていきたいなと思ってるんで、またね、結構ね、急にやっちゃったりするんですけど、またお時間ご都合、あればね、皆さんもご参加ください。それでは、本編行きましょうか。まあね、何を隠そう、僕の、もうね、はい、今日からね、5月22日ですか、はい、始まった、新テニスの王子様コラボガチャ、引いていきたいと思います。というか、まずちょっとね、はい、僕ね、テニスの王子様、これだけしか持ってないんですよ。前回ね、その芝居丸やってた時って、ほんまにちょっと駆け出しの頃で、前回のコラボ、駆け出しアカウントの頃で、もう全然意思もなかったので、はい、もうこんだけしか持ってません。あとは、青春学園中等部、テニス部ジャージだけゲットしました。はい、コロシアムとかやっててね、はい、たまたま一発目でね、出ました。はい、それではね、今度こそ、新テニスの王子様ガチャ、行きたいと思います。はい、それでは、クリア報酬、もう全部もクリアしました。はい。で、あと、石も、これは全突破します。14個しかないんですけどね。それではね、クリア報酬、開催記念、新テニスの王子様ガチャ、まあ。無料からね、まあ、全部ダイヤらしいですね。はい、全部ダイヤらしくて、はい。全部ダイヤなんですけど、全然割れても構いません。うん。おぉこのね、タニシ君。ビッグバン、確かね、龍馬様との対戦やったかな、この人。そんな感じですね。まあ、闇花火なんで OK でしょう。はい。クリア報酬、開催記念。これもクリア報酬ですね。さっきのが開催記念か。で、これはクリア報酬。テニスの王子様ね、僕、めちゃくちゃ大好きで、もう連載開始から連載終了まで、ジャンプ本誌のテニスの王子様は、もう全部見届けたんですよ。ん？これセールドルフ学園の水木はじめ、この、確かね、僕の記憶ではね、石田明さんの声やったんじゃないかなと思ってるんですけど、武器もなんな、結構強いな、威嚇プラスルーレットワークか。おー、いいっすね。4コンボかさん。ごめんなさい、ちょっと音声が途切れましたね。4コンボかさんで、ほう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 。じゃ、これも開催記念です。開催記念です。なんか順番ごっちゃになってるな。あ、これは開催記念か。さっき男女潜ってたから。よし、じゃあ回していきましょう。ほい！龍馬様はね、なんか持ってたんですけどね、僕。丸い文卓やね。立海大附属中なんですけどね。はい。中学生なんですよ、この人たち。まあ、新テニスのお店までね、高校生の、いらっしゃるんですけど、いやーね、はい、それではね、使って引いていきましょうか。ユーザー情報、購入歴、無料配布、14個ですね。クエストのレベル15は、僕、その、新テニスのお店のキャラで、ちょっとクリアしたくて、それで、まだ動画出してないんですよ。一応撮ったんですけどね、もうちょっとボツにしました。まあ、結論から言うとクリアできてないから、ボツにしたんですけど、はい。その後にね、もう実装が発表されて、それで置いときました。それで、アムロハイムお見せしたか。それではね、新テニスの王子様ガチャ、魔法石7個、僕10個やと思ってたんですよね。だから1回しか引けへんわ、思ってたら、昨日生放送してる、白田さんに教えていただいて、2回引けると、わかったので、これで、ほんまに、頼ます。割れて、うおーいこれがたまらんな。お、立花きっぺさんもあれやん、役者さんやん。あ、立花、やっと僕ね、この金髪になった時の立花さんめっちゃ好きなんですよね。最初はその部長とかにちょっと徹して、リーダーとしての徹して、で、こうプレイヤーに徹した時に今日金髪になったみたいな感じで。いやー、いいっすね。このま
ま負けるわけにはいかねえよな。てかサイリア ?1,2,3,4,5,6 あ、サイリアではないか。はいはい。それではラスト行きましょうか。ラスト言うても2回しかない石使って引いてないんですけど、そうだ、回す。今回もね、あの確定演出みたいなお願いします。よいしょ。いやー、いやー、あれか、桐原赤谷くんか。桐原赤谷くんと越前龍馬くんだけがその片足のスピリットステップ、僕の知識の中ではそうなんですけど、で桐原赤谷とのその龍馬さんとの龍馬くんか対戦で無我の境地っていうのにね目覚めるんですよね。それでは結果見ていきましょうか。はい、こんな感じですね。この人の名前覚えてない。タニシくんと水木はじめ、水木はじめちょっと最初ちょっと悪いんですよね。あので、文太くん、いやー、立花吉平、あー、いいっすねいやー、こんな感じか。ちょっと交換所見てみましょうか。お、富士先輩が交換できるで。富士先輩交換できる。いや、ジャパンのなった時はね、富士先輩かっこいいんですよね、めっちゃ。いや、普通にかっこいいですけどね。はい。あ、まだ、龍馬くんも交換できると。おー。いいっすね。あ、でも、立花くん出さなあかんから。考えもんですね。よーし、よしよしよし。じゃあね、ちょっとこの後、ちょっとクエスト15を挑んで、また魔法石15個回収して、またお代わりしたいなと思います。まあ、今日のは初日なんでね、初日にやっぱり、ね、ガチャはたしなみたいんで、はい、それでは。まあ、今回もね、殺したので結構長いんで、またね、ちょっと生放送でやったりとかもするかな、しようかな、とか、ちょっとね、考えたりもしてるんで、またぜひね、チャンネル登録してお待ちください。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。あとは、その、概要欄に、かつおじちゃんという欄があるので、そちらに、僕の全部の SNS 詰め込んであるものがあるので、そちらもチェックで、よろしくお願いします。それでは、僕の大好きな、テニスのコラボ、テニスのおじさま、コラボということで、楽しんでいきたいと思うんで、よろしくお願いします。それでは、